CS クラスの村松平子選手です。おはようございます。おはようございます。あ、ごめんね、今練習終わったばかりなのにそんな練習どうでしたか？結構暑くなってきて、路面もいい感じでグリップしてるのですごい走りやすいです自分的にはどうですか、調子いい？まあぼちぼちまあぼちぼちねではですね、今回この NTC 初参戦ということで、なんで出たか教えてください。そうですね、結構まあ台数もここ多いので結構練習にもなるしいいかなって感じ。はい、 APC かなんかで走ってるよね。はい、うん、結構どうですか、いい感じ？結構はいはい、ということで、今日母の日なんですよ、はい、13日ね、はい、なのでお母様に一言お願いします。はい、いつもありがとうございます。これからもまあよろしくお願いします。さすが女の子だけにね、お母さんにはね、ね、いいな、うちの母怖いっすからでは平子選手でした、ありがとうございました。SS クラスの板花拓実選手と真水塚聡選手です。おはようございます。おはようございます。すごいなということで、今練習がちょうど終わりましたが、調子の方はどうですか？そうですね、昨日はボロクソだったんですけどなんとか形にはなってきたんで、次のタイトルに向けて頑張っていこうと思います。なるほど。コンディションの方はどうですか？気温がすごい暖かいんで、あとはエアーツとかの調整を間違えないように頑張っていきたいと思います。なるほど。はい、豆塚選手はどうですか？まあ調子はいいです。どういうとこがいいですか？ん？いやまあ、あんまり思ったよりみんな速くないので、別に僕が調子いいってわけじゃないんですけど、そのなんていうんですか、この比較すると僕が調子よくなっちゃうみたいです。ですね、なんか強気発言してますけど、あそこの人、うん、抜いてあげましょうか。そうしていただけるとありがたいですではですね、前回のレースの感想の方も教えてください。そうですね、なんとか運よく勝てたんですけど、今回はもうそう簡単にもいかなそうなので、もう本当前回以上に気合を入れて頑張っていこうと思います。頑張ってください。はい、どうでしたか？まあセットとかも良くなかったので、その分その自分焦っちゃった部分もあって、で最終的にはぶつかって周回遅れかなんかでノーポイントだったんですけど、まあその分今回その気負いとかなく素晴らしい気持ちですなるほど、頑張ってください。おい、ということで最後に母の日ということで、お母様に一言お願いいたします。トロフィーを持って帰ります。お、いいね、頑張ってください。ではうちの母に一言お願いいたします。まあいつもそのカートいる行くといるんで、よくお世話になってると思うんですけど、あとあったかいものくれたりするのがとてもありがたくて助かってます。はい、ごめん、そういうことでなんだこれでありがとうございました。13番グリッド、カーナンバー30番チーム TKC 渡辺翔選手。14番グリッド、カーナンバー22番チームオーガスト原本秀信選手。15番グリッド、チームオーガスト川島直志選手。16番グリッド、チームオーガスト西園優太選手。17番グリッド、森下レーシング浜中俊也選手。18番グリッド、 RT コンバット板花拓実選手。19番グリッド、森下レーシング村松日向子選手。20番グリッド、亀ガレージ鶴岡剛選手。21番グリッド、篠原博之選手。22番グリッド、岡田拓也選手。23番グリッド、安藤直人選手。24番グリッド、森久隆選手。25番グリッド、島見明人選手。26番グリッド、福島博之選手。27番グリッド、石谷久彦選手。28番グリッド、弓場博選手。29番グリッド、朝原優希選手。30番グリッド、若泉明宏選手。31番グリッド、山平家久選手。さあメイソルが帰ってきた。さあもう一周仕切り直し、仕切り直しです。さあこれだけ台数がいるとドライバー紹介も忙しい。さあ仕
り直しですね。さあ焦る気持ちを抑えて冷静なスタートに期待したいと思います。さあ今日はですね、さすが昨年のチャンピオン網塚聡選手、第一戦はですねちょっとね、思わしくなかったんですが、ここで調子を取り戻してきました。ポールポジション獲得、そして大高選手前回も2位、ここでもセカンドグリッドと、いったところです。3番手にはやはり上り調子斉藤愛美選手、前回ファイナルラップだったかな、ファイナルラップのモナコヘアピンで斉藤愛美選手はちょっとスピンをしてしまったという悔しい結果でした。さあこのね上位陣にどう食い込んでくるか、4番手の親父ドライバー代表井上選手が4番手にいます。さあシグナルブラックアウト、決勝ヒート。さあどうやら無線の情報、オフィシャルの無線の情報、ミススタートという一報が今聞こえてきました。スタートどうやら仕切り直しのようですね。今度の大高選手には警告旗が出されました。どうやら先に頭を出してしまったのかな、まあ、そういった感じですかね。さあ仕切り直しです、仕切り直しですね。さあ仕切り直して6コーナーからモナコヘアピン。さあこの目の前のね放送席の目の前、ショートカットコースを使ってメインストレートに帰ってきます。さあ大高選手ここは意識してしっかりと後ろに一車線引きましたね。さあ見事スタート。さあイン側斉藤愛美選手、2列目斉藤愛美選手が、ポールの真水塚選手にぴったりくっついていった。2番手に斉藤愛美選手が上がっていったこの辺。さあしかしさらにそのイン大高選手行った、ラインを入れ替えて大高選手が2番手、この辺はうまい。新東京サーキットのバトルに揉まれている大高選手、一瞬斉藤愛美選手に行かれたが大高選手難なく2番手を取り返した。3番手には斉藤愛美選手といったところです。さあ迫力ありますね、これだけの台数が集まると。いやーこっから見ててもね圧巻圧巻といった感じですね。さあ現在トップはカーナンバー1番真水塚選手、そして2番手に上がってきたのがカーナンバー32番、今日は高橋選手がなんかいいですね、高橋選手がいい。ここで2番手に上がってきた、見せているよ高橋選手が見せてくれる。いやーこれはね新東京サーキットの大バトル、これが新東京サーキットのレースと言わんばかりの素晴らしいレース。さあ現在トップは真水塚聡選手、2番手に大高選手、3番手には高橋選手、4番手に井上芳美選手、カナバ14番井上選手、しかしさらに斉藤愛美選手が入っていった。4番手に斉藤愛美選手が上がってきた。さあ現在トップはカーナンバー1番真水塚選手、2番手にカーナンバー23番大高選手、3番手にカーナンバー32番高橋選手、4番手に斉藤愛美選手。さあそのインに井上選手、1コーナーで飛び込んでいった。3番手に上がったのは井上選手。さあ2コーナーで切り返せるか斉藤愛美選手、ここは行かない、ここは行かない。さあ斉藤愛美選手対井上芳美選手、おじさん対若い女性。さあ面白いですよ、各所でバトルが見れてますが、さあ上位4台5台は少し間隔が開き出したか、トップ真水塚選手約3台差、3台ほど間を空けて2番手にはカーナンバー23番大高選手、3ナンバー、3番手にはですねカーナンバー32番高橋選手、今日は見せてくれる高橋選手、4番手にはカーナンバー14番井上芳美選手、5番手にカーナンバー34番女性ドライバー斉藤愛美選手。さあこの辺の展開どういう風になってくるのか。さあ5番手を走る斉藤愛美選手が井上選手に迫ってきた、再び迫ってきた。さあこのね4番手争い、4番手争い動きがあるか。さあ前を走るのがカーナンバー14番井上芳美選手、5番手にはカーナンバー34番女性ドライバー斉藤愛美選手がつけている。その後ろのグループ6番手以降引っ張るのがもう1台1列すごい渋滞状態ですね。6番手引っ張るのがカーナンバー2番岩田明友選手、前を狙えるか、トップグループになんとか入りたいが、どうやらセカンドグループを引っ張っているのが岩田選手だ。さあその岩田選手は順位を1つを落として7番手、順位が入れ替わった、岩田選手は順位を1つ落として順位を入れ替えて7番手。6番手に上がってきたのがカーナンバー
12番古谷吉田選手が上がってきた。古谷選手も常に3番手付近、走ってくる上位争いをしてくるドライバー、現在6番手を走行中、7番手には岩田選手といったところです。さあトップに再び目を戻してみましょうか。さあ真水塚選手に対して大高選手が食いついてきた。大高選手がぴったりとトップくっついてきた。さあ現在トップは真水塚選手変わらずですが、2番手の大高選手が迫ってきましたよ。タイムギャップもですねほとんどなく、ペース的には大高選手の方がずいぶん速いペースで前の周抜けてますね。コンマ3秒近く詰めてきましたよ。1周でコンマ3秒、これは大高選手の方がペースが速いか。しかしこのね後ろの気配を感じると真水塚選手ペースを上げることができます。真水塚選手はそういうドライビングコントロールできるドライバーです。ここでまたペースを上げてくるかもしれません。さらに今日は見せてくれているカーナンバー32番高橋選手、高橋選手が3番手トップグループに食らいついていきたい。4番手にはカーナンバー14番井上選手、そのすぐ後ろ、さあ斉藤愛美選手が入った。斉藤愛美選手が入った。さあ順位を1つ上げて4番手に上がったのが斉藤愛美選手、5番手にはカーナンバー14番井上芳美選手です。さあこのねトップ3台、その後ろの4位争い、この辺が面白くなってきそうです。さらにこの4位にねペースアップしてきた5番手を走る、4、5、6番手ですね、6番手走る古谷選手もさらに加わってくれば面白い展開。岩田選手は少し古谷選手に対して離されました。さあ古谷選手が6番手を走行中、カーナンバー12番古谷選手が6番手、7番手にカーナンバー2番岩田選手、岩田選手が7番手といったところです。さあトップグループは今ね硬直状態、感覚的にはこのトップ3台3番手を走る高橋選手が迫ってきたか、まあ、ほぼ等間隔でこの上位3台は走っている。これはレース終盤までバトルはお預けか。さあ現在トップグループは最終コーナーを抜けて9周目に入りました。9周目に入りました。残り7周です。さあトップ3台、トップ3台動きがあるか。おっと大高選手が仕掛けている。大高選手がトップに立った。トップにようやく重い腰を上げて大高選手が行ったが、すかさず真水塚選手が仕掛け返す。さあ真水塚選手が再びトップに立ちました。2番手にはカーナンバー23番大高選手、3番を走るカーナンバー32番高橋選手。高橋選手は腰淡々と前2人の動きを見ている。間隔を空けて4番手にはカーナンバー34番斉藤愛美選手、5番手にカーナンバー14番井上芳美選手、6番手にカーナンバー12番古谷吉高選手、7番手にカーナンバー2番岩田明智選手になっています。さあコースの方はですね今、まあ、レースは10周目のバックストレートトップグループが入ってきました。さあトップ3、さあピットロードご注意ください。ピットロードカート戻ってきますよ。ピットロード開けてください。ピットロード開けてください。さあコースの方に目を戻してみるとトップグループは最終コーナーを抜けて残り5周、11周目残り5周です。さあレースの方は動きが今のところ大きな動きがない。一度ね大高選手が真水塚選手に仕掛けましたが、無駄なバトルは避けようというところか、大高選手はここで一踏ん張りといったところでしょうが、しかしそのすぐ後ろにはカーナンバー32番の高橋選手も迫ってきている。上位3台大きく間隔を空けて残り5周といったところで、4番手を走る井上選手に対して5番手斉藤愛美選手は井上選手にプレッシャーをかけ続けている。さあトップグループは12周目に入りました。残り4周です。さあトップグループ動きがない。さあその後ろ4番手斉藤愛美選手が仕掛けた。4番手に上がったのは斉藤愛美選手だ。5番手に1つ順位を落としたのが井上芳美選手。さあ来たよ、その後ろ6番手のカーナンバー12番古谷選手も迫ってきた。さあこの上位3台、その後ろのさらに3台のグループが面白い。さあ大高選手トップグループに目を戻しますか。さあ真水塚選手がトップですが、大高選手はアクションを起こし出した。真水塚選手に対してアクションを起こし出した。
さあ現在トップはカーナンバー1番真水香選手、2番手にカーナンバー23番大鷹選手。さあトップグループやっています、バトルをやっている。3台が横一線に並んでいるようにここから見えた。さあ現在トップは真水香選手、2番手に上がったのは高橋選手だ。静かに後ろで見守っていた高橋選手が行く。さあここで一気に高橋選手レースモードスイッチが入ってきた。13周目にしてスイッチが入ってきた高橋選手、これは完全に我慢していた、ここまでずっと我慢していた高橋選手がいよいよトップだ。しかし真水香選手最終コーナーの出口が早い、真水香選手早い。1コーナーイン側を取ったのは真水香選手。さあ再びトップを取り返すか、トップを取り返したのは真水香選手。やはりこの辺のねバトルテクニックさすがといったところだ。現在トップは真水香選手、2番手に大鷹選手が来た。さあまた元通りの3台の順位になった。少し離れて4番手に斉藤愛美選手、5番手に井上芳美選手になっています。さあ間もなくファイナルラップに入りますよ、ファイナルラップに入りますよ。さあ大鷹選手行った、モナコヘアピンで行った、ファイナルラップ手前で行った。さあここから面白い、ファイナル面白い。大鷹選手がトップ、2番手高橋選手。さあインを守る大鷹選手、1コーナー譲らない。大鷹選手トップでいった。さあ2コーナーでつばぜり合い、2コーナーでつばぜり合いだ。コツコツとカート同士が当たるような音が聞こえる。さあトップ争い、この3台大鷹選手がトップ、2番手高橋選手、3番手真水香選手。さあ6コーナーに入っていく。さあ行った高橋選手が行った、テールをスライドさせながら、さあ2台が絡んだ、その隙に真水香選手が行った。さすがよく見ている真水香選手、ここで来た、面白かったぞ。優勝はカーナンバー1番真水香選手、2番手には高橋拓磨選手、3番手にカーナンバー23番大鷹選手、4番手にカーナンバー14番井上選手、5番手にカーナンバー14、4番手にカーナンバー34番斉藤愛美選手ですね、失礼しました。5番手にカーナンバー14番井上芳美選手、6番手にカーナンバー4番勝又選手となりました。SS クラスにて見事に優勝された真水香聡選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは？嬉しいです。嬉しいですか？はい、どんなレースでした？TT から割と車も良くて、予選すごく調子良くて決勝逃げれるかなと思ったんですけど、そんなことなくいつも通りバトルして勝てたんで良かったです。3台でずっと走ってる時のお気持ちとかは？いつ来るのかなと思ってビクビクしてました。ここで来るなとか思った時に来たとかないですか？ないですね。モナコで来たのがちょっと意外で、あれで3番手に落ちちゃったんでちょっとやべえなと思ってちょっと焦ってたんですけど、うまくいってよかったです。あの6コーナーすごかったじゃないですか。あれどうなったんですか？言っていいのかな、俺おっしゃったんだよね。いや、大鷹くんがブロックして高橋くんがストレート早かったからちょっと行けよっていう感じで押して行ってちょっとはらんじゃったんで、やったと思ってそれも勝ちは勝ちです。はい、おめでとうございます。はい、では次戦どこに出るか教えてください。ここしか出ないっす。はい、ではそのレースに向けて一言お願いします。また楽しく勝てたらいいかなと思います。はい、では最後にあのレースをご覧になってくださった方々に一言あのカメラに向かってお願いします。とりあえず勝てたんですごく嬉しいんですけど、一戦目落としちゃってるんで次からもこんな感じで勝てたらいいかなって思います。はい、頑張ってください。はい、では最後の最後に、はい、優勝した時のお気持ちを、じゃあ顔で
目と鼻で表現してください。いくよ、せーの。無理だよ。せーの。やんないよ。え、やってよ。なんで。大丈夫ですか。じゃあ体で、せーの。せーの、やってやって。せーの。うわー、こういうね、こういうシャイな子なんですよ。ということで、まみずか選手でした。ありがとうございました。はい、よろしいですかね。以上 SS クラス上位6名のドライバーでした。おめでとうございます。